水雷艇 S1 はフィンランドの水雷艇である。元はロシア帝国海軍の所属艦艇で、フィンランドがロシア帝国から独立を果たすことになったロシア革命からフィンランド内戦にかけての動乱期にフィンランド独立派によって捕獲され、その海軍へ編入された。S1 はロシア帝国海軍向けに建造されたソーコル旧水雷艇の11番艇として建造された。 建造当初の名称は、ロシア語で、袋を意味する蕎麦であった、1899年に、サンクトペテルブルクのネーフスキー造船、機械工場で、気候、1900年6月24日に、浸水、1901年10月12日より、海上場務を実施、1902年5月に、バルト艦隊へ配備された、配備に先立ち、3月22日付で、名称は、 リアーヌイに変更された。これは、熱狂的なといった意味のロシア語の形容詞である。1907年10月10日には、ソーコル級のような大型の紅葉水雷艇は新たに設置された艦隊水雷艇に類別を変更された。これは、イギリスなどでいうところの駆逐艦にあたる艦種であった。1908年から1909年にかけて、リアーヌイは、ヘルシンキの ソーコル社の工場においてオーバーホールを受けた。1913年にはサンクトペテルブルクのエクルント &CO 社の工場においてボイラー部品の交換と武装の変更が施行された。この際、搭載機関は完全に修繕され、総改装備が追加された。また、搭載する旋回式水上魚雷発射管イヤホーもより大口径のものに換装され、機関銃も追加された。 第一次世界大戦が開戦すると、リアーヌイはバルト艦隊の一席として沿岸部の偵察、紹介、輸送、通報任務に就いた。しかし、その能力と運用内容は、艦隊水雷艇と呼ぶにはそぐわないものとなっており、1914年9月23日付で、艦首は正式に通報艦に変更された。そして、バルト海南部における通信、連絡任務を司る。 水上連絡手段に選定された。1916年1月には、今度は総海艇として総海軍艦隊第2戦隊に配備された。1917年前期には2月革命に参加した。所属は臨時政府バルト艦隊となった。同年秋に10月革命が発生すると、11月7日付で赤軍の赤色バルト艦隊に編入された。赤軍は、 ロシア内戦初期には優位に戦いを進めたが、ドイツ帝国とフィンランド独立派が連合して、反抗に転じると一挙に劣勢となった。1918年3月3日に、ブレストリトフスク条約でソビエトロシアの赤軍が撤退することになると、フィンランド湾にあったソビエトロシア艦艇は3月15日にソビエトフィンランドへ譲渡された。結局、これらの艦艇は内戦に勝利を収めた。 ドイツ帝国軍とフィンランドシロマモル軍によって奪取された。4月13日、シロマモル軍はそれらの艦艇をフィンランド海軍へ編入することを決定した。ヘルシンキでシロマモル軍に捕獲されていたリアーヌイは水雷艇に類別を戻され、水雷艇 S1 としてフィンランド海軍に配備された。S1 は他の総コル級駆逐艦の4隻を及び改め、 すンガリ給水来艇の一席と合わせて S 給水来艇と呼ばれるようになった。1920年にフィンランドとソビエトロシアとの間に締結されたタルト条約に基づき、1922年には S1 はソビエトロシア政府に引き渡されることとなった。しかし S9 はすっかり旧式化しており、再配備には及ばないと判断したソ連政府は S1 を受領せず現地で、 フィンランド政府へ売却した S1 はフィンランド海軍に配備され、水雷艇として現役を継続した。1930年からは標的艦への改修工事が開始され、1932年に完成した。その後、最終的に1939年にフィンランド海軍を退役した。ありがとうございます。